エゴタは東京特部の地名。中野区の北東部から練馬区のエゴタ駅周辺に及ぶ。主に住宅街で練馬区のエゴタ駅周辺は商店街、学生街として知られる。行政上の町名としては中野区にエゴタ1丁目からエゴタ4丁目まである。エゴタの森公園日本大学芸術学部、大学院芸術学研究科が入るエゴタキャンパス。 エゴタという地名の範囲は一定しない。行政上の町名としては中野区にエゴタ1丁目からエゴタ4丁目まであるが中野区エゴタ区民活動センターエゴタ地域事務所は江原町2丁目に置かれている。エゴタ区民活動センターは次の区域を担当する。以上のエゴタ区民活動センターの担当区域の固有名称は明記されていないが通常はエゴタ地域。 または、エゴタ地区という呼称が用いられている。エゴタ地域という名称は主に中野区の中の一地域という観点で用いられる。エゴタ区民活動センターはかつてエゴタ地域センターという名称であった。2011年に中野区役所の窓口業務を制度上分離してエゴタ区民活動センターに改称した後も窓口業務を行うエゴタ地域事務所を施設内に併設している。 エゴタ地域センターという名称がなくなってからも、エゴタ区民活動センター運営委員会が引き続き、エゴタ地域ニュースを発行している。また、中野区町会連合会による中野区町会一覧は、エゴタ区民活動センターを拠点とする5町会を、エゴタ地域としてくくっている。一方、エゴタの地場で活動する民間地域団体は、エゴタ地区の名称を用いるものが多い。 エゴタチック町会連合会、エゴタチック UI クラブ連合会、エゴタチック民生委員、児童委員協議会、青少年育成エゴタチック委員会、エゴタチック祭り実行委員会などがそれである。このうちエゴタチック町会連合会は、エゴタク民活動センター運営委員会の中核を担い、地域の行事を運営し、地域の課題解決について協議している。エゴタチック町会連合会のエリアは、 エゴタ区民活動センター担当区域と一致する。沼袋駅に近いエゴタ4丁目は、エゴタ区民活動センターでなく、沼袋区民活動センターが担当する。中野区町会連合会の地域区分によるとエゴタ4丁目、町会は、エゴタ地域でなく、沼袋地域に属する。練馬区側には、エゴタという行政上の地名はないが、練馬区役所が、エゴタ地区、または、 エゴタ地区という名称を用いることがある。公式サイトの区政情報、エゴタ駅周辺地区の街づくりのページで、エゴタ駅北口地区、エゴタ北部地区、エゴタ南部地区の各都市計画決定を示している。これに関連して2019年3月まで、エゴタ地区の街づくりエゴタエコだよりを発行していた。また、練馬区公式サイトの区政情報の商店街紹介で、 江戸田駅北口商店会、江戸田銀座商店会、江戸田市場通り商店会、江戸田悠々ロードの各ウェブページを特設している。さらに、練馬区役所は、江戸田駅周辺の日本大学芸術学部、武蔵大学、武蔵野音楽大学の3大学と、共同して3大学合同学園祭プロジェクト、江戸田カレッジトライアングルを実施している。これら3大学は、各々の敷地を、 江戸タキャンパスと称している。西武鉄道は三大学と連携して、江戸タキャンパスプロジェクトを展開し、江戸田駅周辺を江戸タの町と呼んでいる。江戸田駅北口にある浅間神社の藤塚は、江戸タの藤塚というのが国の定めた正式名称である。西武池袋線には江戸田駅が存在し、駅周辺一帯も江戸タと呼ばれることが多い。現在、江ゴ駅は、 練馬区旭日川岡にあり、中野区江戸田からは離れている。これは、練馬区旭日川岡が,が1960年の町名変更まで江戸田町であったことに由来する。もともと、江戸時代に玉郡江戸田村の神殿として開発されたものである。練馬区の江戸田駅前と中野区江戸田の新大梅街道とを結ぶ駆動を江ゴ田通りという。江戸田通りと目白通りとの交差点。 練馬区と中野区の境面に、都営地下鉄大江戸線新江ゴ田駅がある。同駅の住所表示は、中野区江江原原町町である江原町には中野区,江戸区民活動センター、江ゴ田地域事務所が置かれている。江ゴ田の地名の文書上の所見は、大田道館が江ゴ田原活線の天末について記した書状に、江ゴ田原という地名が明記されている。江ゴ田原は、練馬 百寺医療場から攻めてきた豊島市を、大田道館らの軍勢が迎え撃って合戦した場所である。道館場を下敷きにして、室町時代末期に書かれたと見られる。鎌倉大蔵市では、江戸田原沼袋となっている。A62 年の御北条氏の所領役長に、江戸辰つねお天正19年の徳川氏の県地町に、江戸田村という地名が見える。その後近世を通じて、 名詞家に残された古文書を見ても村の名は江ゴ田村である。文化文世紀に編まれた新編武蔵風土機構には江ゴ田村の項目がある。江ゴ田村は明治維新後も存続し、千八百八十四年に片山村を併合して範囲を広げる。練馬川の江ゴ田神殿については、六百五十二年の江ゴ田村名主、深野家の文書、お水のとばりに神殿として、 合計3兆余りが記載されている。1664年に神殿の検知が実施され、江戸田村辰行神殿、または江戸田村にったとして年貢が割り付けられた。これは、元禄13年の割り不から江戸田神殿に変わる。1796年頃から上板橋村の商名江戸田になる。新編武蔵風土気候でも、 上板橋村の商名の一つにエゴタと記載されている。エゴタ神殿は通称として用いられ、その範囲は上板橋村、エゴタを越えて下練馬村の東南端に及んでいた。村内の隣の商名、小竹にも食い込んでいたと見られ、一般にエゴタ富士と言われる富士塚をエゴタ村では神殿の富士と呼んでいたという。エゴタ神殿は教会の争いがあり、 それに関して、ノーマン寺に夏雪山の説話が残されている。教会の争いがあると、エゴタが必ず、夏雪が降ると言って、言い分を押し通したというお話である。明治以降、上板橋村の正名エゴタは、ジエゴタになる。あざなはエゴタであるが、エゴタ神殿の地名が地図に表示されることもあった。中野川のエゴタ村は、1889年の、 町村政施行以降、野形村の大技江戸田になる。1932年の東京市の拡大により、野形町大技江戸田は、中野区の江戸田1丁目から同4丁目までの4つの町底に分けられる。上板橋村江戸田は、板橋区江戸田町になる。1960年代の住所表示法施行で、中野区江戸田の範囲が縮小し、町目の区分が変わって、現在のものになる。 1979年5月、中野区は江戸田出張所を江ゴ田地域センターに改名する。同年10月、沼袋地域センターを設立し、江戸田地域センターの一部担当区域を移管する。板橋区江戸田町は1947年に、練馬区が板橋区から独立したことで、練馬区江戸田町になる。江戸田町は1960年の町名一番整理により、 朝日ヶ丘に改名する。これにより、練馬区で、江戸田町の地名が消滅する。1979年には、江戸田駅北口の藤塚が、江戸田の藤塚の名称で国から重要有形民族文化財の指定を受ける。練馬区では1992年度から2018年度まで、密集住宅市街地整備促進事業で、江戸田北部地区の名を用い、 都市計画決定では2006年度から江戸田駅北口地区、2018年度から江戸田北部地区、2019年度から江戸田南部地区という名称を用いている。江戸田の読み方については、江戸田、江戸田、江戸田が混在している。地名としては、江戸田が正しいようである。中野区江戸田にある中野区立歴史民族資料館によると、地名としては、古くから、 エゴタであり、中野区ではエゴタとしか認識しておらず、中野区民もエゴタと読むことが多い。練馬区側ではエコダと読むことが多いが、練馬区立石寺公園ふるさと文化館によると、かつて練馬区にあったエゴタ町の読み方もエゴタ町であり、エゴタと読む練馬区民はいる。エコダの読み方はエゴタ駅の駅名から広まった可能性が高いという。同駅は、 武蔵野鉄道が1923年初めてエゴタの名を入れて改名した時はエゴタと読んだが1946年の西武鉄道発足時エコダに変わった変更理由は不明である2017年夏 n h k 衛星放送の番組スタッフらがエゴタ駅に問い合わせたが資料を得られなかった2019年のニュース記事では西武鉄道に聞いたところ 明確な資料は残っていないものの練馬区側でエコダと呼ぶ傾向があったため、駅名もエコダになったと回答。中野区立歴史民族資料館は、練馬側のエゴタ神殿は、中野側のエゴタの本村と区別するため、エコダと呼んでいたと回答。練馬区立石神井公園ふるさと文化館は、練馬区がエゴタ町を朝日川丘へ改称した理由も、 中野区の江戸田と区別するためだったと回答。江戸幕府が武蔵国の各村の地名の由来を調査したところ、江戸田村については村名の起源がよくわからないということだった。調べてもわからないことをわからないと答える科学的な姿勢であったが、近代になると江戸田の地名の由来を何事かに不快する説が現れる。江戸田に江戸の木が大量に生えていたからだという説がある。 この説は一時期有力説とされていた。1961年刊行、ネリマック氏は、エゴタという地名が、エゴの木の多い丘の下の田に由来するという説を紹介している。ただし同書によると、この説は確実なものではないという。そもそもエゴの木の絵の急がな表記は、絵であるが、エゴタの項は、絵でなく、絵であるので辻妻が合わない。他に、エゴマの田が多くあったとか、 古くから他があったから古田と呼ばれたとかいう説も、流布している。以上の諸説はいずれも推測に過ぎず根拠がなく、柳田国夫が言うように、日本の地名は地形から名付けられる場合が多いので、エゴタの場合も、植生や作物よりも、地生説の方が自然であろうと、練馬区氏は論じている。エゴタの地生によるのだという説もある。1961年刊行 練馬区市によると、山の窪地などの谷合いへ、水が流れ込んだ場所を方言で、因語とかエゴとか呼ぶ。エゴタ付近を地性的に見ると、寺山、天神山、和田山、片山などに挟まれた谷が複雑に入り組み、エゴタ川や明生寺川がその谷合いを蛇行している。このような地形はすなわちエゴであり、エゴに開けた田んぼという意味で、エゴタと呼ぶようになったと見るべきである。そのように、 練馬区氏は論じている。あるいは単純にくぼ地や縁をエゴと呼ぶという説もある。この説に対しては、関東では、エゴという言葉を、その意味で使うことは、少ないという反論がある。かつては、アイヌ語起源説もあった。エゴタという地名は、アイヌ語で密集、または、集団という意味であり、数多くの丘が定地を囲む地形を表すのだという。この説は、 地元自治体の旧の型町が1927年に編纂した町市に記載されている。愛ヌご機嫌説は証拠がないと批判される。エゴタの地名は今のエゴタの森公園あたりにあった高古寺という寺院に由来するという説がある。この説は新しいようで実は古く1888年11月27日付でエゴタ村古町より上進する文書は 村名の由来について、昔村の中央に、高古寺と称する寺院がありまして、当村はその寺の領地であったので江戸田村というのだ。そうですという言い伝えを報告している。中野区公式サイトによると、平成の江戸大石発掘調査の結果、江戸田の森公園の南隣で14世紀から15世紀前半にかけての中世寺院の跡が発見されたため、今では、 高校時説が有力となっているという。江語谷には、鎌倉幕府重臣、和田義盛にまつわる伝説がある。一つは、和田山の地名説話である。自称四年源頼朝が挙兵して、武蔵国に松橋に布陣した時、家臣たちはおのの近辺に陣屋を敷いた。和田義盛は、現在の哲学堂公園の丘に退陣した。ここは、和田義盛が陣屋を敷いた山なので、 和田山と呼ばれるようになった。また、和田山の北側に植木戸という地名があり、これは和田陣屋の木戸があったところだという。もう一つの伝説は、江戸田の旧家、小川家の仮想伝説である。鎌倉将軍源本頼朝が亡くなると、和田義盛は、執権北条氏と対立し、鎌倉で合戦して敗死した。伝承によると、和田義盛は鎌倉で死なずに、 老頭と共に、江ご田に逃れ、この地で自害した。和田義盛の子、小太郎磯森は昨日して百姓、磯江門となった。その子孫は代々、磯江門を名乗り、小川姓を称した。小川家は、和田義盛を数形し、第六天として祀った。第六天者は、氷川神社に合祀されるまで、江ご田本村の一角にあった。元は、通称小川景色跡が、 第六転者であったという説もある。小川屋敷は寺山の西に存在していた高層の屋敷であったという。平成のエゴ大石発掘調査では、伝承地付近で館の一部と見られる遺構が検出された。小川屋敷伝説との関連が推測されている。エゴ田は鎌倉時代に開拓されたと伝わる。 江戸田村内の東本村が最初の集落であったと言われ、そこに鎌倉時代から続くと伝えられる旧家が発見あった。深野、堀野、佐久間、高崎、木村、白井、山崎、小川の各家である。江戸田の名主であった深野家は鎌倉家にこの地へ入植したと伝承される。深野家の一族で愛名資格でもあった堀野義之助は深野家について、 鎌倉時代の落ち武者の抜損であったのだろうと推測している。文英八年鎌倉で竜の口放難を免れた日蓮が佐渡に流される途中で、江戸田の脇の鎌倉道を通り、深野家に一泊して、書をしたためたのが今に残るという。区伝によると、かつて江戸田の寺山に、高古寺という寺院があった。江戸田村はその領地であったという。 明治の頃村民がそのあたりの雑木林を開拓した時、いたび2期をはじめとして、いたびや、石造物の破片が大量に出土したことがあった。いたびの一つは、大江年代のものだった。平成のエゴ体積発掘調査では、中世の広報で造成、整地された平坦面に、総柱、日差し付きの掘ったて柱建物跡や、空堀とも言える溝、 焼き場と見られる土壕などの遺構が検出された。遺物としては、白磁四耳壺をはじめとする陶磁器などが発掘された。発掘調査報告書はこれを14から15世紀に存在していた中世寺院の遺跡ではないかと推測し、高古寺の伝承を参照している。文明9年、大田道館の軍勢が、江戸田周辺で、豊島市の軍勢と戦って、これを打ち破った。 エゴタ原合戦である。豊島型の戦死者を葬ったと言われる豊島塚がエゴタの大地に点在している。昭和の頃まで7箇所ほど残っていた。現在はお京塚と金塚の2箇所しか残っていない。エゴタでは合戦に関する伝承がある。明治時代に公式に報告された伝承によると、エゴタ村の領主であるエゴジの住職は、甲冑を着て、部隊を率いて戦って破れ。 エゴジは戦火にかかって消防したという。すなわち、明治21年11月27日付で、エゴタ村古町より、村の遠隔を取り調べて上申する文書に次のように、ある。エゴタ村の創立年月は不詳である。ここで、エゴジが消防した、本邦前9年の役とは、東北地方を戦場とする前9年の役のことなのか、それとも、文明9年のエゴタ原合戦のことなのか、 文明9年を前9年と誤って伝えたのではないかという問題がある。昭和になって記録された伝説によると、高古寺が消防したのはエゴタゲン合戦であった。豊島一族は高古寺付近に陣を取って戦いに敗れ、高古寺はエゴタゲン合戦の最中に火をかけられて消失したと伝わる。焼けたエゴ寺の教文を埋めたという教塚は現在では エゴタ原合戦の戦死者を葬った塚とされる。住職が甲冑を焼き捨てた森とそれに接する勝ち抜き坂の場所は不明である。高古寺の伝承地は大地上のエゴタの森公園一帯であり、周囲の斜面は森になっている。昭和以前、旧坂の左右が険しい崖になっている場所で、種寺の古物が出土したことがあった。以上のように、明治時代に記録された古い伝承では、 江戸田村の領主は、合戦に負けた側であった。一方、昭和に記録された新しい伝説では、江戸田村は勝った側に関わっている。すなわち、江戸田の氷川神社は、大田道館が江戸城を築いた3年後の干渉元年に、創建されたという伝説。そして大田道館は、練馬城、石寺以上の豊島一族を攻めるにあったって当社に参拝して、 戦勝を祈願したという伝説である。明治の初めに、氷川神社の由緒を調査したところでは、このような伝説は記録されていなかった。a 6二年に、北条氏康が記させた小田原州書領役長には、五漢文、江戸江戸田常岡文とある。この江戸田は、近世の江戸田村におおむね相当すると考えられる。常岡文というのは、常岡家への配当文であることを示す。 常岡家は、大田氏の所流であり、岩月大田家の不大家臣であった。小田原北条家人所領役長では、大田新六郎治行党所護幹部により子、常岡越後を守る配当の分と見える。江ご田村は、大田新六郎の治行地であった。大田新六郎は、岩月大田家の一族である。北条氏の処遇を不満とし、永禄六年に、岩月大田家党首、 大田助政と共に謀反を企てたのが露見し、助政居城の岩月城に逃れた。翌年、里見義弘らと連合して、下宇佐河野台にて、北条氏と戦って大敗した。この河野大合戦で、大田新六郎らと共に、北条氏に敗れた大田助政は、北条氏に親しい嫡男志士によって、岩月城から追放される。助政追放を、大田氏に進言したのが、 常岡越後守るであった。常岡越後守るはかつて、小田原北条家任所領役長に、江戸田村の配当文を記載されていた。常岡越後守るは、永禄十年、か佐国造仙台が戦で、主君大田氏氏と共に討ち死にする。配走する北条軍の殿として、大田氏氏川塚五十三53期で敵に立ち向かって、全員戦死した。越後守るに実施しなく、 常岡家は断絶するところであった。北条宇政は、常岡越後を守るの戦士を称し、その弟で埼玉郡平林寺住職の大王前寺が出家のまま、相続することを認めた。江戸時代、武蔵区に玉郡に十両あり、その一つが野方寮で、野方寮に五十四村ある中の一つが江戸田村であった。江戸田村は、玉郡の東の端。 豊島郡との境界にあった。村の広さは、東西45町、南北7町余りで、地勢は平坦で、水田が村の中央にあった。古街道が村の中央を東西に横断していた。石神井村から江戸に通う幅2軒余りの道で、小石川道とも言った。他に、江戸田村を経由する鎌倉街道があった。その道筋は明確でないが、江戸田村民は、 氷川神社前から道村和田を経て、下落合村に通じる小道を、旧鎌倉街道と呼んでいた。近世の江戸田村、徳川家康の関東入国の1年後の1591年の、江戸田村小縄田、水町内市には54の人名が記載されており、近世諸島においてすでに、それなりに発達していた村であったことがわかる。江戸時代から昭和まで残った旧家が百軒余りあり、 中には、先祖代々10世代以上200から300年続く、旧家が約30件含まれていた。このことは、東京都内で珍しいことであった。村の国高は、昭和年間で140国、内田方60国8都8省4尺、畑方79国1都1省6尺であった。1702年11月には147国余りに増え、 1771年3月に122国余りに減り、1827年に285国余りに貯蔵して、1832年もほぼ変わらず285国余りであった。新編武蔵風土機構に記載された江戸田村の照名には次のものがあった。丸山、本村、大原、本田屋敷、柏崎屋敷、小川屋敷、大加護原、昇華護原。 江戸田村の寺社氷川神社古くは、御嶽社が村の鎮守であった。御嶽社は、現在の一丁目町会会館の場所にあった。元は、現在の氷川神社の位置にあったのを、慶安年間に移し、旧社の跡地に、五ズ天皇を誕生したとも言う。江戸田氏姉妹はこの頃に始まったと伝えられる。村の名主家に伝来した、四死由来並みオークライン起立書には1649年に、 主言像、遊園から獅子舞を伝授されたと記されている。1696年に、五頭天皇社を、氷川社へ改称した。同年11月、東福寺が、氷川社の別当として、氷川社の助地願いを大官に提出した。氷川社の別当を務めた、東福寺の遺書は不明である。金の命には1710年とあり、放流の祖とされる。 法運は1722年に死去している。一説に、村民、次郎右衛門の先祖が回帰し、天正年間に起立したというが、詳しいことは伝わっていない。元は、村内四岳山あたりにあったという。以上は、幕府が編纂した、新編武蔵風土記候によるものだが、昭和の終わり頃までに次のような遺書が出来上がっている。中世の初め、 江戸田の本村に鎮座する御嶽神社の宇治小次郎、左衛門のらが、武蔵御嶽神社の社僧、源教商人の教家を受けて、村の御嶽神社の南緑に同社を設けた。工房大師の作と伝わる一尺二寸の、不動明王の一本掘り立神像を本尊として、祀った。商人から、金峰山瀬尊院東福寺の事号を贈られた。天正の頃に、 火災で消失したので寛永年間に信者たちが協力して現在地に移して再建した。1655年に東福寺の本堂を改築した。その時記念で植えたイチョウの木は後に中野区保護樹林第一号として指定された。東福寺は将軍高刈りの御ぜぜであった。寺山は将軍や大名の高刈り場であった。三大将軍、 徳川恵光は江戸成功で狩猟をする際、江戸たの東福寺で休息した。昭法年間の高刈りの折には、東福寺で江戸たし姉妹を上乱したと伝えられる。1728年2月12日には、八代将軍、徳川吉宗が、高刈りの際に、東福寺をごぜぜに指定して休息した。この時、江戸たし姉妹を上乱した。 当時の江戸田村は野菜の栽培地であったので将軍の禅に地場のうどを差し上げた。東福寺では将軍おなりの間を設け将軍の再来に備えた。本堂の西側奥に寺社奉行の命で回収したおなりの間があった。その後、御三教羅諸公も東福寺でたびたび休息した。新編武蔵風土機構によると当時の東福寺は村の南の方、 上エサ宮村との境にあった。金峰山瀬村院と五し新義新言州の中野村、宝泉寺の末寺であった。本尊は一尺二寸の不動明王の立像であった。江戸田村で助地を設定された神社は、氷川社、金宝社、神明社、第六天社の四社があり、いずれも東福寺が持っていた。この内村の陳寺は氷川社であった。 かつて村の鎮守であった御武社は、金宝社と呼ばれていた。1846年、村の鎮守の氷川神社に拝殿を建てた。現在の神楽殿である。当時は、かやぶきの建物で、内部の天井は数十枚の花鳥画の格子天井になっていた。この時の氷川神社ご造営に、不法の取り立て帳には85名の村民の名字声明が記載されている。 江戸田の村民の多くは名字を名乗っていた。それは、名字の交渉が、武士や名主などにしか許されていなかった当時にあって、珍しいことであった。氷川神社は1872年に、孫社の社格を与えられた。明治の江戸田村明治維新の際、上野戦争で敗れた、将棋隊の一隊が落ち延びてきた。大梅街道筋では、敗山兵を拒絶したところもあったが、 江戸田村では、名主の山崎家が、大使に増水を振る舞った。大使は、シの木の下で、傷の手当てをして休んだ。出発の際、隊長は、徳川成明の書いた掛け軸を預け、徳川の世が戻ったら、この書を持って、名乗り出るようにと言い残した。山崎家の屋敷跡は、現在、山崎記念中野区歴史民俗資料館になっている。将棋隊の残した掛け軸は、 同資料館に所蔵されている。大使がもとで、傷の手当てをした C の巨木は、今も敷地内に残っている。明治維新後の江古田村は、所属が目まぐるしく変わる。1868年7月に、武蔵地検事の設置とともに、その管轄になり、1869年2月に、品川県が置かれるとそれへ移管された。1871年11月、 品川県の廃止とともに、東京府の管轄になった。1872年1月、神奈川県の管轄になり、同年8月、東京府に服した。以後の所属は、東京のまま変わらない。所属する軍については、江戸田村の属する多摩軍が1878年11月に、東西南北に4分割された。江戸田村は、東多摩軍に属した。 明治の初めの村の農産物は米、大麦、小麦、キビ、トウキビ、ヒエ、アズキ、ゴマ、蕎麦、ナタネ、大根、ナス、キュウリ、ゴボウ、アイ、タケノコ、カキ、クリ、ケイラン、き木などで、他に醤油や油類が製造されていた。茶の栽培は1874年頃から始まった。村民は雑木林を開拓して栽園にした。 宅地の空いているところも皆さ園にした。生茶は大正末まで行われた。大根もよくできた。生だと重いので宅ん付けに加工して出荷した。秋には田園に白い干し大根が並んだ。養蚕は明治の頃から大正の初めまで行われた。長野県の人から指導を受けた。副業に植木の苗木を育てた。梅、桃。 南天などの池花用の木も栽培した。桜湯にする桜の花を摘んだ。1882年に村内に小学校が建てられた。江戸田村は当初1876年に設立された豊玉小学校の学区に属したが、村外に建てられた本校は児童の足では遠いので、村内の東福寺の寺小屋を分校にした。1880年に 東福寺の住職が外に転居したため、和田山にある五筋家の別邸を借りて学校にした。ここも使用できなくなったので、1882年2月4日に村内で選挙小学校を開設した。江戸田小学校の前身である。敷地は現在地近くの別の場所であった。校舎の建材に用いるため、村内の第六転舎境内の欅を伐採した。 周囲二丁余りもある大木で、明治の初めには、新木とされていた。幹には、数人が入れるほどの大きなウロがあった。木の根が畑に入り込んで工作の邪魔だというので、村民が協力して、巨木を切り倒し、校舎の建材として、第八社で運んだ。哲学道公園の四聖堂1889年4月、町村製志校と共に、 江戸田村は、近隣の六村と合併して、野型村となり、江戸田はその大技になった。1896年4月、東多摩郡と南戸島郡が合併して、豊多摩郡になると、その管轄に属した。大技江戸田の下の小技としては、東和田、東本村、下野原、上野原、北野原、西野原、寺山、寺山本田、徳戸の、籠原、籠原久保。 北原があった。1897年頃、天然氷製造所を設立された。当時、江戸タの定地は、水田や水路が多く冬は、非常に寒かった。特に片山北側斜面の定地は、寒さが厳しく、冬に暑い氷が張った。現在の江戸タ公園のあるあたりに、四方連が積みの場所を作り、冬に妙正寺川の清流を引き込んで凍らせて、 天然氷を製造し、夏に売り出した。天然氷の製造は、大正の初めまで続けた。1904年に開戦した日露戦争では、江戸タからも兵士が出征した。戦病死した4人のために、氷川神社に、中根費を建立した。この間、江戸タの和田山に、哲学堂が創始された。哲学官学長の井上遠良が1903年に、和田山を、 哲学館の敷地として譲り受け、翌年4月に哲学堂の開堂式を挙げた。井上遠梁は哲学館学長を辞めた後、和田山に各種の建物を建てることに尽力した。現在の哲学堂公園である。1913年、東本村に古くからあった御嶽社と第六天社を、氷川神社に行使した。両社の祠は民家の庭に移して残した。 東京市療養所の開設1920年、江戸田の寺山に東京市療養所が開設された、肺結核の療養所であった。東京近郊の中で江戸田が空気も水も一番良いということで、ここに決まったと言われる。療養所の建設に先立って、幼稚買収が始まった時、江戸田の村民は結核菌の感染を恐れて反対運動を起こした。 新聞は百姓一揆と書き立てた。住民大会では辞書を売った地主に制裁を加えるべきことを受け継ぎした。危害を加えるような制裁は禁じられたが、中には村八部の制裁を受けてノイローゼになった地主もいた。反対運動は村民の間に感情的なしこりを残し、この件に触れることは長らくタブーになった。東京市は振動建設などを条件にして、 村民と和解し、療養所建設に着手するが、工事中の建物が放火された。療養所が開設されてからも、療養所の前を通る時に口を押さえて鼻をつまんで、走り抜ける村民がいた。療養所の裏山から患者が外に抜け出して困ると、苦情を入れた。療養所の近所で作った大根は、改定がつかないと言われた。小学校の校長は療養所の煙突から、 煙が出るのが恐ろしいと言った。煙突の煙が危ないのは、火の粉が飛ぶからでなく、結核菌が降ってきそうに思えたからだった。関東大震災後の急成長1923年、関東大震災が起こる。明治年間から、大正初期まで126から150件ほどであった。エゴタの個数が急増するのは、震災の後のことである。1924年4月。 野方村が調整を敷いた。これは震災後に急進した孫生によるものだった。これにより江戸田は豊玉軍野方町大技江戸田になった。1925年4月、軍政廃止が交付され、1926年7月、豊玉軍役所が廃止されたが、地域名としては引き続き豊玉軍を称した。1929年、 エゴタに給水塔が完成した。円筒形鉄筋コンクリート作りで、貯水能力3500トン。塔の高さは33.6メートル、基部は直径約18メートル。当時、エゴタ最大の建造物で、遠くからも望むことができ、エゴタのシンボルであった。震災後、東京府軍部で急速な都市化が進み、水の需要が急増したために作られた。 当初は、新玉給水場という名で後に、野方給水場に改称した。現在の野方排水棟である。1932年、東京市の拡大、いわゆる大東京の成立とともに、江戸田は東京市に編入される。大技江戸田の属する野方町は、中野町と合わさって、中野区となった。大技江戸田は大技片山とともに、江戸田1から4丁目に分けられた。 かつての片山村併合後の江戸田村に相当する地域であった。この時成立した中野区江戸田は、現在の中野区江戸田と区域も、町目の区分も異なるので、本校では9の字を冠して区別する。旧1丁目は、旧字の東、和田、東本村、南原、北原、片山からなる。旧二丁目は、旧一丁目の北であり、旧字の下の原、 上野原、北野原、西野原からなる。旧三丁目は、旧二丁目の西であり、旧寺の寺山と本田からなる。旧四丁目は、旧三丁目の西で、旧寺の丸山、徳土の、籠原、籠原久保からなる。野方風地地区1933年、野方風地地区が告示された。内務省の方針によると、武蔵野の原型を維持し、 秩序ある正常な住み心地よい地域とするためのものであり、野方風地地区は江戸田と落合の各一部を含む地域が指定された。江戸田では、野方給水場から哲学堂のあたりが風地地区であった。区画整理江戸田でも住宅地下が進み始めたため区画整理の必要が生じた。江戸田の区画整理は自治体によらずに区画整理組合によって実施された。 区画整理組合とは、高知整理法及び都市計画法に基づく組合であり、東京市内に105の組合が存在した。江戸田には、江戸田土地区画整理組合と江戸田第二土地区画整理組合が作られた。江戸田土地区画整理組合は、堀野義之助らの発起によるもので1933年に設立認可された。法事区は、旧江ゴタ一から四丁目と、 旧沼袋町の各一部に相当する地域で、総地積18万坪余り、土地所有者184名、事業費、概算20万円を予定した。この区域は北東に一部定地があるものの、おおむね高層の土地で、南側一帯は、風地地区に指定されており、宅地として最適であるとされた。放射線第6号補助線第44号その他の、 都市計画道路を縦横に配置して、交通の便を高めた。同時に、区域南部を貫流する妙正寺川を改修拡張して、排水を改善した。3800坪余りの江ゴ公園を設けた。付近は、理想的な住宅地になり、環境はすこぶる生館であって、今後の発展が期待できると謳われた。江ゴタ第二土地区画整理組合は同じく、 堀野義之助らの発起によるもので、1936年に設立認可された。区域は、旧江ご二町丁目の大板部及び旧、淀橋国シク西落合1丁目の一部で、総地席10万坪余り、土地所有者148名、事業費、概算13万円を予定した。この区域は大部分が畑であり、狭くて曲がったのをどうしかないが、 土地は高層で環境は完成である。隣接するエゴタと地区各整理組合区域の発展に伴って宅地化が進む趨勢があるのを鑑みて、放射線第7号路線その他の道路を縦横に配置して交通の便を測り、各道路に速攻を備え、2000坪余りの小公園を設けて理想的健康住宅地の実現を期すると謳われた。 1940年の区画変更により、旧江古田2丁目と旧板橋区荒井町1丁目との間で5.5段、余りの土地を交換した。1943年、江古田第二土地区画整理組合の区画整理に伴い、旧江古田1から4丁目と旧沼袋町、及び旧板橋区豊玉北1丁目との間で、区域の変更を行った。 1959年から2010年まで利用された旧江戸田駅舎江戸時代の初期江戸田村の村民が村の北側の原野を開拓した新しい高地なので江戸田神殿と呼んだ現在の江戸田駅付近である江戸田神殿は1652年の江戸田名よ水町で深海の文として他の高地と区別して記載されている江戸田神殿は後に 江戸田村から切り離され、上板橋村の正名、江戸田となるが、納税は従来通り江戸田村の名主が扱った。明治以降、上板橋村の正名江戸田は、ジ江戸田になり、1932年の東京市の拡大により、板橋区江戸田町になる。鉄道開通と千川包みの桜1915年に、武蔵野鉄道が開通した。 線路は江ゴ田町を通っていたが、江ゴ田駅はまだなかった。武蔵野鉄道が開業準備を進めると同時に、近隣の村々は、線路の沿いの千川上水両岸に、江ゴ田から練馬駅まで7キロメートルにわたって桜やカエデを植えた。そして現在の江ゴ田駅南口交差点のあたりに、千川定食往風日という記念碑を建てた。その日分によると、 千川浄水は長らく浄水道として使われず、農業用水であったので、整備されず包みは、荒れ水路は、汚れていた。近隣の村々は協力して、これを整備し、桜や楓を植えて、大正天皇の即位の大礼の記念にしようと、考えた。植樹が完了したのは、鉄道開通の前月であった。碑文には、鉄道の開通もあってこの地はますます吉富になるだろう。 と記されている。江戸田駅開設急成武蔵高等学校校舎の武蔵大学3号館1922年、武蔵野鉄道の大株主の根塚一郎は、武蔵野鉄道沿いに武蔵高等学校を創立した。場所は、江戸田神殿の西隣の中荒井村であった。その近く、武蔵野鉄道に武蔵高等学校用仮定停留所を作らせた。 翌年、停留所の位置を東に移し、江古田駅を開設した。当初の江古田駅は、武蔵高等学校の通学用の駅だったのである。昭和の初めには、江古田駅から西の北側一帯が高級住宅地として売り出された。1929年には、江古田駅の北の方に、武蔵野音楽学校が設立された。1932年、 東京市の拡大に伴って上板橋村江戸田も東京市に編入され板橋区江戸田町になった。1939年日本大学芸術科が本郷から板橋村江戸田に移転してきた。高知は1万坪だった。1941年太平洋戦争開戦の直後三菱銀行が政府の貯蓄増強策を受けて板橋支店江戸田出張所を開設した。 1943年、芸術家的色彩の払拭に迫られた日本大学芸術家は写真、映画工業家ということにして日本大学専門部板橋工科と称した。1944年の東京都長官の要請を受けて武蔵野鉄道が糞尿集積所を開設した。都内から出た資料を近郊農村に輸送するための集積場であり、引っ込め線も入っていた。 同年、選挙区の悪化に伴って、エゴタ駅周辺でも建物の取り壊しを命じられた。戦後のエゴタ町と、駅周辺1949年に創立した、武蔵野音楽大学のエゴタキャンパス、エゴタ駅周辺の戦後復興は早く、バラック建てのマーケットが建てられた。1946年、日本大学専門部板橋工科が芸術家に戻った。1948年には、 江ご田市場が開設された。1950年、映画館の江ご田文化劇場が開設された。娯楽の少ない当時にあって、江ご田の住民に名画を提供した。1955年には、武蔵野百貨店が開設された。1953年頃まで存続した、糞尿集積所は廃止され、翌年から食品卸売市場になったが、1967年に、 高野台に移転した。1953年頃から、千川浄水の暗挙化に伴い、千川包みの桜は次々に切られていった。江戸田駅南口方面の千川定食往復碑は、江戸田浅間神社境内に移された。現在の千川通りは、江戸田駅から中村橋駅にかけての桜並木が、知られるが、これは1984年頃に植栽されたもので、ある。 江戸田町の改名と、その後1958年、ネディマクでは、全面的な地盤変更と町名変更を実施することになり、まず最も必要性の高い江戸田町と小竹町から着手する。江戸田町と小竹町を、それぞれ1丁目と2丁目に分けること、そして、町の名称は、在来のものを重視するけれども混同しやすい地名が、他にあったときは、できるだけ、 他の適当な町名にしたいということで、要するに、中野区の江戸田と紛らわしい江戸田町を解消するという趣旨だった。地元接生に入ったが、長年使われた町名を変えることには、異論が多く、接生は長期にわたった。1959年1月27日、江戸田町の江戸田会館に町民を集め、説明会を開き、新町名のアンケートを取った。結果は、 変更を希望しない者が51%と過半数を占めた。ところが、結局のところエゴタ町は町名を変更せざるを得なくなり、朝日が丘小学校の名前を取って、エゴタ町を朝日が丘1丁目、同2丁目に改めることになった。1960年、都広報で告示された。着手から2年余りの月日がかかっていた。住民は、 江ゴ田駅の駅名も変更するように、西武鉄道と交渉することを要望していたが、叶わなかった。練馬区では1992年度から2018年度まで、密集住宅市街地整備促進事業、江ゴ田北部地区を実施し、2006年度から都市計画決定、江ゴ田駅北口地区、2018年度からどう、エゴ北部地区、2019年度からどう、 江戸タ南部地区を実施している。日本東京と中野区江戸タ現在の行政上の町名としては江戸タ1丁目から江戸タ4丁目までである。郵便番号は165-0022。中野区の北部に位置する。町域の東部は新宿区西落合に接する。北部、北東部は江戸タ川を境に中野区江原町、練馬区豊玉北、豊玉中に接する。 北部は道路を境に、豊玉南にも接する。西部は中野区丸山に接する。南部は新大梅街道を境に、中野区松が丘、沼袋に接する。地域内の多くは住宅地からなる。江戸田三丁目の北西部一帯は、かつて国立療養所中野病院が所在し、1993年に新宿区の国立国際医療センターへ統合、移転し、 現在跡地は、江戸田の森公園や、保健福祉施設、看護専門学校、マンション等になっている。中野区立江戸田公園は、中野区江戸田ではなく、中野区松ヶ丘2丁目に所在している。住宅地の地価は、2017年の工事地価によれば、江戸田4の32の14の地点で43万5千円、平方メートルとなっている。 現在の町名としての中野区エゴタの範囲は、1963年の住居表示法施行で決まったものである。この直前では、現在の松が、岡、江原町、丸山、沼袋2丁目及び4丁目を加えた範囲がエゴタで、あり、エゴタ1丁目から4丁目まで存在した。なお、現在中野区では、エゴタ地域の範囲を、エゴタ1丁目から3丁目、 江原町全域、松が、岡全域都市、江戸田4丁目は、沼袋地域に組み入れられている。中野区成立時の町名解消は、以下の通り。住居表示施行内容は、以下の通り。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は、以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は、以下の通りとなる。中野区江ゴ田には、駅はないが、 都営地下鉄大江戸線、西武池袋線及び西武新宿線の各駅が徒歩10の15部の範囲にある。乗り合いバスの系統及び運行本数も充実しており、これを利用するものも多い。乗り合いバスは関東バスが丸山営業所を当地区に置き新宿や中野、練馬方面などへ、都営バスが池袋へ、京王バス東が中野と練馬を結ぶ路線を運行している。 ありがとうございます。